コーナーベンツ、皆さんこんばんは。特集会食です。どうやらですね、僕電車を貸し切っちゃったみたいです。でこの電車はですね、今この列車は本来、先週のベンスハイムという駅をね始発としていたんですが、電車のねダイヤ乱れがあったということで、今出発したヘムスバッハっていうところが始発になっちゃった、すなわち前運用がヘムスバッハ止まりになっちゃったと、運転打ち切りになっちゃったと、まあ、こういうわけなんですね。でヘムスバッハはですね、まあ日本でいうところの比較的、ホームの配線が国鉄型配線に近いものがあって、一応折り返しはできるんですね。でここヘムスバッハからの折り返しっていうことで、電車はね今定刻所定のダイヤに乗って運転をしております。次の停車駅はバインハイム・ズルツバッハというふうになっております。今回はですね、この電車バインハイム・ベクスラー中央駅まで乗車をしたいと思います。先頭の車両にはいないみたいだけど、ちょっと後ろの方人いるのかな。さっきね、あの後ろのじゃないや、快速のマンハイム中央駅がね出たちょい後にこの列車出てるんで、マンハイム中央駅もですねかなりね遅れてたんで、15分ぐらい遅れて着いたんで、これ乗車あるんですかね。ちょっと開けてみましょうか。2名乗車がありますね。ということで、ここからはね完全貸し切りではなくなります。ここから完全貸し切りではなくなります。ピーってなってるのは何なんだろう。多分これトイレの方からですかね、わからないですけど。次の停車駅はね、バイハイム、ベークシュラーセ中央駅です。すでにね、電車は貸し切りではね、なくなっております。それでもね、本当にね、指折り数える程度しか人が乗っていない状態となっております。まあ、今回はね、このバイハイム、ベークシュラーセ中央駅で下車します。ワインハイム・ベアクシュラーセ中央に到着しました。乗ってきた列車をお見送りするわけですが、この後にもおまけがありますので、よろしければご覧ください。これはおまけです。もしかするとこの列車、さっきまでワインハイム中央駅のね、そばの留置線でね、ずっとパンタを下ろして寝てた貨物列車かもしれません。本当にね、雪この区間ね使った時ね、本当にね貨物列車とめちゃくちゃすれ違ったんですよ。多分これね、ストライキの影響じゃないですかね。ストライキで動かなかった貨物が今動いているという可能性が考えられます。このねコンテナ車なんですけれども、普通のボギー車、連接車にさらにね二軸のね貨車までくっついていましたね。これはすごいわ。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネルの登録をお願いいたします。